バチェラー島や装備島の映る衛星写真バチェラー島はアメリカ合衆国ワシントン州にある島である。コロンビア側にある島でリジフィールド付近、ルイス川とコロンビア川の合流地点のすぐ南に位置する。コロンビア川を挟んで対岸には装備島の北部がある。バチェラー島はコロンビア側のほか、バチェラーアイランドスラウとレーク側に囲まれている。バチェラーアイランドスラウは 島南端のバチェラーポイントでコロンビア側から分かれる。それからレイク側に合流し、レイク側はバチェラー島北端でコロンビア側に合流している。島の大半はリジフィールド国立野生生物保護区に含まれる。1805年に川を下っている途中で島の場所を通過したルイス・クラーク探検隊は、この島をグリーン・ブライアー・ ISD と呼んだ。翌年、川を遡っている途中、 彼らはクアスレハポットル島と名前を変えた。クアスレハポットルとは付近にあった大きな村の名前を取ったものである。1841年、アメリカ合衆国探検宴生隊のチャールズ・ウィルクスは、この島をパシンクス島と名付けた。バチェラー・アイランドスラウはピカオ・クリークと呼んだ。19世紀にはコロンビア島と呼ばれたこともある。 1849年か1850年に3人の独身男性が供与地請求法により取得し、島に定住した。このことが現在の島の名前の由来である。ありがとうございます。